大賀さん。概念としてのそれ以上は、今のところはない。しかしスマートフォンには、当初から、王の権威を超える、その執着はあるいはある結果、それ以上、を、今でも、同じようなパワー、それとして、新型コロナウイルス、が発生した、それは、道理か。新型コロナウイルスの対策も、今はもうかなり無理がある。スマホを使うな、くらい。しかし、存在する限り、それは誰かどこかを攻撃、致命傷を負わせかねないわけだ。両者の対消滅。もちろん自分は期待している、が。そういうものなのか?は、ちょっと重い疑念としては。スマホに依存するな。程度の対策はできるが、でも。それは根本的な対策では確かにないわけで。ワクチン。それに近い何かはあり得るのか?そしてまた、この程度なら、確かに、それを一定警備も、ない。